でも親切な心優しき男が皆から忌み嫌われる怪物と仲良くなったそうな。その男は怪物にも情が通じると思っていたが、その男は結局怪物に殺されてしまった。怪物は所詮怪物ということだ。お兄様を撃つのですか？世はそれがしを裏切り者とそしるだろう。だが兄上の方法では天下は収まらぬ。一、織田に戻ってくれ。そなたにとっては茨の道。一は長政様の妻、どこまでもお供いたします。久秀の目論見は外れた。天下の運命は信長の手中にとどまったままだった。だが久秀は諦めてはいなかった。彼は信長の義弟浅井長政に目をつける。越前朝倉家討伐に向かった信長の背後で長政を寝返らせ、織田軍を挟み撃ちにしたのである。今度こそ信長も終わり、北総務久秀に信長は己を逃がす先導役を命じる。信長の覇気に飲まれ、久秀はその命に服す。どうせ信長は脱出できない。久秀はそう確信していた。反逆の将、金ヶ崎撤退戦。悪党はお好きかね？信長を逃がせ。ははだが退路に陣取る敵が邪魔よな。松永殿、信長の方が一枚上手だよ。お宅の企みを見抜いた上で許してる。そこが気に入らんのよ。見ておれ、最後には悪が勝つのだ。やれやれ、そこが信長のお気に入りなんだろうね。
画材料の奥義を突っ切らねばならない。は当然織田の敵ばかりが口に持たすながら話が分かる。行くぞ久姫。柴田これにあり。聞かせてもらう。まさに日の出の勢い。ここで信長様と戦えば貴様は織田の旧敵よ。だがここで信長様を救えば賢い貴様ならばわかるだろう。ふん、信長殿、京への道案内をいたそう。久秀、大罪さっさと逃げるぞ。ならば死なぬなら、その無造はどうでもいい。固まって撤退すれば、浅井の思うツボ。分散して引いて、敵の目も散らせ。開門。東道高虎、あんたら全員ここで果ててもらおう。なんと見事な。ただ目の前の敵を撃つのみよ。ご愁傷様。もう大会かなう相手ではなかったか。降るな、俺は敵ぞ。石畑の軍入るか、身のほど知らずめ。グーン、そうぞ。浅井の将、大手に無実。織田追撃の目を受けた三次郎。来い。
敵の方が一枚上手か。これも流れだ。一枚上手か。ご愁傷様、運命だ。という強さよ。なんと素晴らしき戦果よ。倍増
将討ち取ったり叶う相手ではなかったか。
悪は勝つ。ご愁傷さま。無事生き残ったか。実に結構が、浅井を背かせたとバレた。我が輩も終わりか。